イエーイ、日曜ラジオ何回目だろうこれ。久々だね。まあ、今回は、ラジオって言いつつも撮れてる、これ撮れてる。俺のホームページで今年上がったシリーズで個人的に気に入ったのどれみたいなアンケートをして、まあそれでみんなが気に入ったやつの投票を行ったんだよね。明けおめ、今年ももう終わりということで、これをやっていこう。10位以下をはしょって、10位から発表していこう。じゃあ早速いくぞ。第10位は、リトルビッグプラネット。第9位、コールオブデューティー、AW。 8位、極夏1。7位、グランドセフトオート5。6位、ホールアウト。5位、マクピクセル。次、ベスト4、スケート3、ベスト3。第3位、ハウツー。2位は、Gmod、世界制服教室。1位は、エンダーベント、パンツと猿の、ナンパマインクラフト。これが圧倒的に1位だったな。すごいのは、これさ、でもそうだよね。今年の初めの方に上げた動画じゃん。それこそ1月の1日とか、それくらいから、3月くらいまで上げたのかな。その動画が、なんか年末まで、みんなの記憶に残ってんのがすごいね。もう忘れられるんじゃないかくらいの。1年経ってるからな、大体。約1年経っちゃってるわけだからね。いやー、ありがたいね。エンダーベントで思い出したけど、エンダーベントの作者さんがなんか、この動画を見てくれて、君たちの動画見たよ、面白かった、おかげさまで作業がはかどったよ、みたいな感じで、なんかメールをくれたんだよね。で、公式、エンダーベントの公式にも、パンサルの動画をこう、ドンと載せてくれてたりして、なんかすごく、勝手にやったのに、すごく好意を持ってくれてね、本当にありがたい限りなんですけど、まあ、エンダーベント作者さんの、YouTube にね、チャンネルがあるから、まあ、興味ある方は登録すると、エンダーベントのね、進化の過程とかが見れると思うから、おすすめだね。まあ、俺のチャンネルトップの、おすすめチャンネル的なところにも表示されてんだけど、オートメーターかな?オートメーター MC さんかな?オートメーター MC さん。まあね、ぜひチャンネル登録してみてはいかがでしょうか。今年も無事に終わりです。さようなら。来年もなんかやろう。じゃあ、他の動画または新しく投稿された動画をいち早く見たい方はチャンネル登録がおすすめ。ここをクリックしてくれ。スマートフォンの方は画面下にあるチャンネル登録ボタンか概要内にある URL をクリックだ。クリッククリッククリックサンダークリックファイヤー。この動画シリーズの続きを見たい方はここをクリックしてくれ。よろしくー。